おっしゃった。はいどうも、バイシティビーです。新型マンムーフ値上げまで1週間ぐらいですけども、皆さんは買われましたか？買おうと思っててまだの方、ぜひ私の割引コード概要欄に貼っておきますので、ぜひご活用ください。そんな私ですが、今日生配信してたんですけども、予告なしでね、昼間の配信だったにもかかわらず、結構30人ぐらいの方々が見に来てくださいまして、本当にねありがとうございます。でそこでいろいろ話してるうちに、皆さんから買っちゃえばとかね、買って比較動画出してくださいとか、これだけバンムーフの動画出してるのに買わないの、幻滅しましたみたいな、あそれは嘘ですけど、そう、あとねスパチャまでいただいちゃって、本当にもう申し訳ないですけども、もうこれをこれでねバンムーフの足しにしてくださいみたいな感じでね、スパチャまでいただいてしまって、であれだけ買わないって言ってたのに、思わず配信後にポチっちゃいました。ちなみに S5 の方買いました。これと全然違う A5 もありかなって思ったんですけど、まあ、最終的にそれだけになると思ったらやっぱ S5 かなみたいな感じですかね。だったら最初から買っちゃえばよかったなってすごく後悔してます。最初から買ってればもうすぐ届く頃ですよね。まあでもね、来年1月もすぐでしょう。で、まあ、今 S3 持ってるわけですし、届くまでの間この S3 どうするのかっていうのもね、考えなきゃいけないんでね、その辺も考えていきたいと思います。実は今店舗、実店舗の方で買うと盗難保険、盗難保証みたいなのあるじゃないですか。あれが、バイクハンターのやつですね、あれがお店で買うと半額になるっていう話もあるんですけども、今日ショップやってなかったんで、ネットで買っちゃいました。あと今ネットで買った理由っていうのは他にもあって、別にね明日でも買えるわけですから、ショップだったら今買った理由っていうのは他にもあって、あのクーポンの時期なんですよね。僕最近になって結構初回ごと使ってくださいってこう言うじゃないですか。もちろんねそれは ありがたい話で、まあ、皆さんも安く買えるし、で僕もポイントが貯まってくっていう仕組みなんですけども、で結構ね紹介コード使っていただいてるんですけど、その多くが実際に使えるようになるっていうのが、皆さんの元に自転車が届いてから2週間後なんですよね。だから最近僕が割引の話、あ割引じゃない、値上げの話、17万2000円値上がるよってやった後に、結構僕のクーポン使ってくださった方たちたくさんいらっしゃるんですけども、それが実際僕が使えるようになるのってだいぶ先なんですよ。もう来年とかなんですよ。なので要はね、盗難のやつに入んないで買ったんですよ今回は。でクーポン貯まってからそれにタダで入ろうっていう、あのせこい魂胆です、はい、でですね、はい、そうだからね、今使える分を今回使って、で追って入ってくるクレジットをクーポンにして盗難保証とか入ろうかなっていうことですね。で生配信でも言ったんですけど、最近仕事帰りとかでね、もうショップ行ってつい寄っちゃうんですよね。で新型ずっと眺めてる自分がいたんですよ。もうまるでショーウィンドウ越しにトランペット眺める少年みたいな感じで、もしくはあのペットショップでずっとこいつ可愛いなって見つめてるみたいなそんな感じでバムー見てて、もう自分も大人だしね、もう欲しいなら買っちゃえって思って、で皆さんが後押ししてくれたって感じですかね。ただ S3 もまだ2年ちょっとしか経ってないし、もう愛着もねありますから、手放すかっていうのも決めてないんですけども、その辺もどうするか今後動画でやっていきたいと思います。自分が別荘でも持ってれば、もうこれか新型のどっちかをもうそこ専用にするとかね、やりようがあるんですけども、買い取りとかもないですからね。で売るにしてもあんまり、なんだろう、個人間の取引とかしたくないんですよ。受け渡しとかね、いくらにするのかってもうなかなか難しいし、だからもう多少安くて もうバンムーフが買い取りとかしてくれるようになるのが一番いいんですけどね。で正直色が好きじゃないとか重いとか、まあ、わざわざ、ね、買わない前提で悪いこと言ってたんですけど もうそれもね、なんだろう、むしろ買わない理由を見つけて自分を説得してたんじゃないかっていう感じですよね。見た目は確かにマットブラックの S3 が僕一番好きなんですけども、こいつですね、こいつが一番好きなんですけども、マトリックスディスプレイもねすごい好きだし、あのドクロのやつとかすごい可愛いし、すごい好きなんですけども、ただね新型の実物を最近もう2日に1回ぐらい、あのもう近くで見てて、やっぱり思ったんですよ、やっぱいいなって。
特にハローリングがね何色かにこう光ってるのとか見て、あこれいい、なんかねガジェット好きの心をくすぐられちゃったみたいな感じ、うん、もちろん今買った一番の理由っていうのは来月からの大幅値上げですけどね。ってことでね、今回買ったよっていう報告でした。以前メイト買った時にめちゃくちゃ叩かれたんで、今回は事前に言っとこうと思いましてこういう動画をアップしました。また何かアップデートありましたらね、それも動画で話していこうと思います。ということでご視聴ありがとうございました。